失礼します。お、トニー。お疲れ様です。中見ましょう。お疲れ様です。あ、どうした？最近、梅雨じゃないですか。うん。で、なんかもう動画が少ないんですよ、ストックが。知ってるよ。で、その…だからって、お前、社長室に気楽に入れば部屋じゃない。お前クラスが入れる部屋じゃないから。そう、社長の使ってるあれやこれやを知りたいなと思って。パソコンの中に入ってる。要は、もう出てない。社長ってマジで仕事できるじゃないですか。仕事量がすごいじゃないですか。すごい量さばいてるじゃないですか、毎日。分かってるじゃん。あ、聞いたろ、私は。で、実際どういうのを使ってるのかなと思って。どういうこと？あ、仕事の効率を上げるのとか。あ、まあ俺が仕事できるのは確かだけど、はい、僕もできるようになりたいんです、社長みたいに。嘘、そんな知りたいだろ。いや、実際、うん、いやだけどね、俺相当効率化を図っとるよ。それちょっと、もうマジで紹介しちゃおうか。まあ、伸びるかどうかしないいいんですか。まあいいよ、まあ、それだいぶ上がってきたな、お前。俺のことが。ちなみにこれあれね、カメラね。あ、カメラあります、うん、ここでコード取るよね。あ、なんでバリバリがついてるかとか、これ案内とかさ。で、ここに一応原稿貼って、はい、うん、カメラみたいな。こうやってそうやって撮っとるやん、俺のセリアとか。あ、これ今度のチラシだね。これ、あ、ちょっと潜入し、ちなみに今度またもう無茶振り企画やるんだわ。無茶振り企画です。外壁塗装したら工事金額分の商品券がもらえる。マジか。マジマジやばいやろ。いや実質ただ、やばい。それやばいでしょ。まあもう会社潰しちゃおうかな。2階道場でしか使えないやつよ。ああ、そうそうそう。チャットワークって言って、はい、お前も知ってるだろ。知ってます。これ結構便利ちゃう。便利ですね。これな、何って言ったらもう携帯にも全部入ってんだわ。もうこれだって社員ぶわー入ってる、社員じゃない人も入ってるもんね。もう100人ぐらい、まあ LINE でいう友達みたいな感じかな。まあちなみにこれテストテストって打つと、こっちにもテストテストって打つとんだよな、もちろん。はい、もうこれほら、まあ、こんなん何でも知っとるわって感じかな、みんな。別に便利じゃない。いや、これほんと便利だね。要は従業員ってあの LINE 嫌じゃん、はい、でこれ無料で使えるもんで、チャットワークってほんと便利なんだ。入るまで知らなかったですもんね。知らなかったろ、ちょっと、はい、で本当に便利だ。データも全部、あの画像もちなみに画像ってさ、だって現場でこれ使うのもいいんだわ。写真とか全部送ってきてくれって言って、で現場も日報ここにあげたんだ、みんな。はい、うん、でそうするともう ジムとかグループ作っとるもんね。グループ LINE みたいな感じじゃん。はい、でまあ LINE でやっておいてもらうけど、 LINE だとやっぱね、女の子とかも嫌がるし、うちはね。はい、だってグループチャットっていうのを作ったらジムとかも全部チェックできるし、パソコンにも簡単に入れるし。はい、うん、ほとんどあの iPad でやってるよ。あ、そうなの。そうそう、メッセージだって最近長文送ってくるだろ。はい、無理です。長文だろ、イライラするだろ、ちょっと長文で俺の怒りを送ってくるだろ。お前これどうなったんだ、この動画こうだろ、ああだろ、こんなところにこんな風にしたらお前ダメだろ、こんな編集レベルでお前給料もらおうと思ってんのかお前って送ってくるだろ。はい。最強のもん、じゃあ教えたのは、これ最強だぞ。まあ、セミナー動画もこういう、まあ、あれだけど、はい、これももうクラウドなんだわ。はい、お前知っとるでしょ。知ってます。ドキュメントって、これ全部 Google。しかも、Google の Excel みたいなもんと、これ本当にめちゃくちゃ便利だよ。これな。はい。これもあの広告計画。で、これ何って言ったら、もう共有もこれ全員、まあアドレス出ちゃうのでいかんけど、これ社員が全員共有かかっとるもんで、はい、みんなで同時編集できる。お前知っとるだろ、これ。知ってます、知ってます。で、これで同時にここにもうマス、あ、ちょっとこれ右にこれ打てとか左打てって、もうオンラインでだよ。はい。でこれもちろんこのエクセル表、エクセルだけど、これは、はい、もう全員もう前転のやつが共有できる。だってこれ職人さんの、例えば日報ここで毎日打ちなさいって言ったら、でここでジムが管理するとかも全部できるわけよ。はい、でこれ考えたの誰が知っとる。どれですか。当たり前だろお前。お前当たり前だろお前。俺社長だぞお前。今アシスタントが、要は今セミナー動画やってるじゃん、はい、で結構レベル上げてっとるやん、はい、でそれ何言ってたのか、アシスタントが全部これ調べてくれたんだわ。でここをピックアップして、すごいやろこれ。すごいですね。でこれもだって 俺もここかけるね、もちろん。あ、青山でいみちゃんとってもかわいいね、今度おあっぽってやっちゃったお茶しまお茶お茶しませんか、これを誰に
も見せない。何ネタがもうバレてる。見せないでね。もうこれもうこれ映っちゃってるから。はい。ただ一つだけ言うわ。これいろんな人と共有されてるから見え見えちゃう。これレイミちゃんだけじゃないから共有されてるから。これで。まあ、ここ共有おきゃ、まあいろんなジムとかが共有されてる。でお断りしますって書かれて。ああそう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 。ええってことです。しかもすごいぞ。これ本当にマジ。もうこれもう本当にこれ本当に携帯でもできるんだわ。これ本当に、いやこれちょっと iPhone これあれだよ、あの今大外機だから全部俺は最新のやつ絶対持つから俺は。まあ例えばまあ これね、まあこれ もちろん携帯できる。だってこれでジムと営業職人とか共有かけていけば、はい、うん、まあこれもまあこれ作ってまた資料だわこれな、はい、うん、でここでももちろん外で直せるわけじゃん、はい、うん、で便利だろ、めちゃくちゃ便利ですね、うん、じゃあ本当便利、まあ、これも全部 Google だね。で Google で無料で使えるからねこれ、はい、でうちはまあちょっと有料バージョンに切り替えてるけどセキュリティの問題でフォルダーみたいなもんよ、ドロップボックスかドロップボックスみたいなもんだよな、はい、でこれで動画共有も全部やってるもんね、やってますやってます。でここに例えばまあ写真だけど、まあ、このしょうもない写真だしょうもないの仕事のテストでこれポーンって入れるだけでもう入るんだよな、はい、これでそれは知ってるな。でこれもだって共有で要はうちは編集が名古屋の人じゃないもんな、はい、全国に編集の人に依頼かけとるから、はい、一本いくらでやってまっとるなあれ、はい、だからその人たちにデータの受け渡してこれ全部やってるもんな、はい、でこれ現場の写真ももう全部これでいいわけよ、はい、でこれLINE とかだとデータが劣化するやん。そうですね、うん、だけどこれはもう劣化しないし、まあそんな感じだよな。うん、まあなんかあるかなお前、別になんもねえけどこんなもんでいい。ちょっと取れたくないあお前なんだそれ、企画だろうなわみたいな顔してお前が持ってきた企画だろ。めちゃくちゃ社長仕事できるんで、もっと、はい、もっと欲しいの欲しがりだねお前。欲しいですあそうそう、あこれじゃあこれみんな iPhone だけじゃなくて、まあ、Android も全部同じだけど、まあ、みんな知っとるでしょアカウント。俺これ授業も結構知らないやつ多いんだけど、これ全部共有かけとんだわ。はい、これまあこうだろ、メール連絡先カレンダー Gmail 共有かかっとんの、まあ、これ知っとる知っとる。いや知らないです。まあこれまあいろんな人の、まあ、連絡先じゃん。はい、これがもう Gmail と完全同期されたんだわ。そうなんですか。 Gmail を中心に iPad もノートパソコンも、はい、俺家のパソコンも、はい、全てのパソコンにもう全部同期されてるわけ。でもちろん Gmail ってそうじゃん。はいはい、はい、ここで俺がメールを送ったら、じゃあお前にメール送ったのか。はい、お前連絡先ないわまあ誰でもいいや、だ寺道にしようか。そうするともう送信済み、もう送信してるわけよ。だからもうこれ全部同期されてるわけよ、もう iPad も。面白くない、あんまり勉強にならん。メールで連絡先もそうだろ。まあ例えばここで、まあ、連絡先で新規作るだろ。はい、まあ例えばあーって作るじゃん。おあーあーおあーあーかかるあるだろ。はい、もうあるやん。へえすげえ。でこっちでも編集できるわけよ。だって俺はもうパソコンでほとんどメールとか来たやつは登録してるもんで、はい、そうするとこっちにも全部登録されてるし、はい、これ結構知らん人多いだろう。これ知らなかった。まあもちろん iPhone の iCloud でバックアップ取れるけど、はい、いけるのわかる？わかりますわかります。機種変えるときにバックアップ取るじゃん。はい、じゃなくて俺はもう Gmail に入ってるもんで、ね、これなくなっても何やってももういいわけよ。全部この辺とか。へぇー。うん、だから俺が仕事が早いんじゃなくて、俺が頭がいいだけ。なるほど。わかる？社長皆さんわかる？ねまあ、社長だからどうとかじゃなくて、はい、まあ社員も俺言ってんだけど、だって俺有料バージョン使ってるからな。まあ月々。って結構するよ、800円ぐらいじゃない。でそれ社員全員なもんで結構な数でしょ。40アカウント50アカウントぐらいなのかな、はい、その職人はないこれ、うん、営業とかだけ。そんな感じ。そんな、どう、俺すごい仕事できるなって映ったから。映りました視聴者の皆さんに映ったからもっとアピった方がいいかなどう、もうないもんな、まあ、そんなもんちゃう。もうんで俺の電話はまあお前は知っとると思うけど、電話だって繋げてないんですよ。はい、なで俺の電話も絶対繋がらんすよ。だってもう絶対メッセージか LINE かそのメールかしか受け付けてない。社員からもお客さんからも。そなんで電話も、だって電話出たくないからだって電話出たくないもん嫌だからじゃあだけど考えで、あ俺これまあ一人が言って、あそうだなと思ったけど、2分の電話100本出たら200分だよ。まあ確かにそうです。60分1時間でしょ、はい、3時間以上喋ってんだよ、だからみんな、はい、100本ぐらい。もう社長クラスだったらみんな、もう親方とかでも結構10人15人って若い人って現場5個6個行ったら普通に50本それぐらい電話しゃべるでしょ。はい、1本2分とおっしゃって100本だったらもうそんだけだな。はい、ってことはもう2時間3時間電話してんだよ人間。あ時短時短すごいよ。もう俺もう半端ないよ俺。
すごいですね。1日人24時間もしてる。俺60時間もやるから。マジで。やることない。時短しすぎてやることない。あ、もうそんな時間か。7時半だ。はい、じゃあ終わります。またねー。トヨタ買ったか。ありました。よろしく。さよなら、みっちー。